はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、はい、本日のテーマです。小学校受験ですね、ペーパーを解くときにストップウォッチ使いますか？では西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、結構市販の問題集とか見ると問題の上にね、40秒とか1分20秒って書いてあるじゃないですか。あれはやっぱり参考にしてね、やってる方多いと思うんですよ。ストップウォッチ方です。はい、行くよって。あと2秒みたいな。随分そういう話聞いて、1分じゃ間に合わないとか、書いてある時間には間に合わない、それは間に合いませんよねって感じ で、まあ、そうなんですね。私たちはだいたい1分で書いてあったら30秒伸ばすとか上乗せするとか、はいはいはい、それが1分という基準のところで1分15秒ってことは書いてあったら、ちょっとこれって時間かかる問題なんだなと思ったら、まあ、2分にするとかね、はいはいはい、そういうふうにして、まあ、この書いてあるのにどれぐらい上乗せするかっていう、で、まあ、大体私は書いてあるのに1分とか30秒とか上乗せするんですね、はい、そうするとまあ、大体ちょうどいいかなっていう。でもう年長になった 5,6 月ぐらいからもうね、行政受けるんだ、何受けるんだって、ストップウォッチをね、もう親が持ってポン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 やってるところがあるんですけど、はい、まあ、実はうちなんか結構行政とか合格してるお子さんなんかはもう結構のろいんですよ。のろくてのろくて、ね、本当に大丈夫かなみたいな、なんかこの人行政行けるかなと思うのは、だいたいうちなんか10月半ばぐらいなんですよ、うん、なんかちょっと早いかもみたいな、うん、それを最初からそこへ行くためにストップウォッチをやりはじで測り始めると、子供ってどういう心理に陥るかっていうと、はい、もうどうでもよく、もういい加減、いい加減にパッパッパッパ答えつけていくんですよ。何も考えずに、なる前に全部やっちゃわなきゃっていう意思が働いてる。そう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 、うん、測ってる測ってる測ってると思うと、もういい加減な答えでも書けばいいって、まあむしろそういう時に追いつかない追いつかないっつって書かない、なかなか書けない子の方が将来早くなって正確にできるっていう、うん、だから決してまあ、一応8月9月徐々に早くしていくっていうのかな、いっぺんにねバーッと走り込むわけじゃないじゃないですか。やっぱり少しずつ距離を伸ばしていくのと同じで、時間も本当に最初は時間をかけてゆっくり子供に考えさせて答えを出していくうちに少しずつ焦らせていく。早く。でも面白いもんで、子供ってそうやってこういっぺんにストップウォッチ持って測ってるぞみたいな感じでやるといい加減にやるんですけども、うんうん、本当に少しずつ、ちょっと遅いと思うんだけど、もうちょっと早くやってくれないとかって言えば、はい、自然と子供って意外と上がってきますね。じゃあむしろまだね、例えば新年長さんとか始めたね、ちゃんとやり始めたばっかりのタイミングで、はい、50秒とか1分とかやっちゃうと、それこそ本当に適当にやっちゃう癖がついちゃう。もうそれって抜けないですよね、適当にやり始めちゃったら。なので本当にうちなんかは行政を受けるか受けないかとか、うんうん、そういう、まあそこ一番スピード早いですから ね。でもそれは10月半ばぐらいかな。あ、じゃあ本当に直前ですね。までかけて素早くやれるように私たちはしてるんですけれども。なるほど、はい、じゃあストップウォッチはその上手に使った方がいいということですね。そうです。決して問題集に書いてある、うん、スピードでは、はい、やらない方がいいと思います。あれにだいたい30秒から1分、それでも子どもが例えば2分なら2分以内と。だから私はよく問題集やるときとか問題やるときに、全ての問題、はい、まあ、まだ6月前半の頃は全ての問題2分で終わるとか、全ての問題何歩待っても3分までねとかって、そういう区切りは、あ、なるほど、ね、もう5分も6分も10分もダラ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 やるんじゃなくて、とりあえず3分で切ってやるって。で後半に行くに従って、こう私がタイムを出すときに、じゃあ1分ねとか、じゃあ2分ねって、でまあ、大体1分30秒とか1分30秒も言うんですよ。でなぜ言うかっていうと、ちゃんとタイムを口に出してあげると、子供って1分でこれぐらいとか、1分30秒っていう先生が言って、これでチリチリってなったなっていう
何のためにストップウォッチを使ったり、そういうタイマーを使うかっていうと、うん、1分っていう幅、感覚、体内時計というか、はい、で特にあの例えばね、あの横浜双葉なんかはよく、はい、あの遊びとかがあるんですけど、はい、輪投げに行ったり塗り絵に行ったり、うん、まあ私が思うにあまり一ところに止まらず、うんうん、ね、ちゃんと分散よくあの回るっていう、例えばそれが10分ぐらいの時間だとしたら、だいたい2分で回れば5分です5回ですよ ね、っていう、そういうのをよく体感で覚えさせるので、はい、なるほど、じゃあ 2、3分だったら変わってとかって言ったら、うん、2、3分っていうのはどのぐらいが 2、3 分か、だから当然あのペーパーもそうなんですけど、一応ストップウォッチでとかタイマーで測っても3分とか2分とか1分とかって、だいたい 1、2、3 あたりですよね、うん、を自分の体感っていうか体の中でその時間の長さを ね感じ取った方がいいと思うんです。あ、じゃあ何分だよってちゃんと言ってあげた方がいいですね。私は言ってあげます、うん、なるほど、1分っていうところも、1分ってあれぐらいだったよなとか、2分、あ、1分というよりはちょっと長いのかなとかね、そういうふうにこう子供が理解できるように、必ず時間は何分って言います、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございました、はい。はい、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、年長さん向けですね、小学校受験総合対策講座というものを、募集しております。秋までですが、月4回の授業をベースに取っていただくと、オプションでお預かり授業や絵画工作クラス、願書対策や面接対策を行うことができますよというものになっております。まあ、これあの見ていただければ分かると思うんですが、もう絵画から願書まで、まあ、勉強だけにとどまらず、あの痒いところに手が届くように設計されております。ですね、小学校受験に向けて準備をしていく中で、あ、これやっていけばよかったとか、あ、これやってなかったっていうことがないようにということでね、考えている講座ですので、例えば家庭学習されている方とかもね、ぜひぜひ活用していただければと思います。そうですね、はい。はいはい、またメールマガジン、配信しております、まあ、セミナーの先行情報の他にこれから小学校受験の情報もちょくちょく出していこうと思いますので、よろしければぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。あの7時とか、ね、8時とかやや遅い時間も対応しておりますので、お仕事を持っている方もあのぜひ何かお悩みのこと、お困りのことありましたらご利用ください。体験授業を受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。まあ、ちょうどね、夏休みでお時間ある時だと思いますので、あの、ね、2歳とか、ね、3歳の方とかもぜひぜひね、あのこの時期ご利用いただければと思います。はい、お問い合わせ先です。 03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。お問い合わせの際はお住まいの大体の地域やお子様の月齢とかもあの書いていただけると、より早い、正確なお返事できます。はい、教室では引き続き小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、また海外での教育についてなどなど、いろいろとお話をしていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では失礼いたします。